はい、始まりました。新しいエンターテインメントの形が見えてくる覗き窓ファインダージャパン TV、 番組をナビゲートします。私フォトプロデューサーの柿本みなみです。よろしくお願いします。イエーイ、はい、はい、ちゃんからのさつきです。お願いします、はい、はい、この番組はですね、はいはい、東京足上にありますワロップ放送局のスタジオから公開生放送でお送りしております。どうぞ皆さん最後までお付き合いください。それではさやかちゃん、ゆきちゃん、番組の紹介をお願いします。番組アシスタントを務めますシューティングスターの田島さやかです。藤崎ゆきです。はい、それでは番組をご覧になっている皆さんのためにファインダージャパン TV の番組内容について簡単にご説明させていただきたいと思います。お願いします。この番組はハイクオリティな写真表現と新しいフォトエンターテインメントを追求する注目のプロジェクトファインダージャパンがワロップ放送局と強力なタッグを組んでお送りする競争型トークバラエティ番組です。はい、番組では毎回ここワロップ放送局に素敵なゲストの皆さんをお迎えし、フォトプロデューサー柿本みなみ率いる新進気鋭のフォトクリエーションチームチームファインダーによるスタジオ撮影を実際に体験してもらったり、この公開生放送を通して新たな取り組みやコラボレーション企画のきっかけ作りをしちゃおうという番組となっています。それではみなみさん、門脇さん、宗田さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでお願いします、ね、いや、やっぱどんどん上手になってくね、読むのが。ありがとうございます。いや、素晴らしいよね。そうですね、成長が見えますね。それに比べてですよね、私ですよ ね、 ね。なんかね、最初自分からっていうのがちょっとあんまり慣れてなくって、まあまあ確かにね。そう、今もえ、なんで喋んねえのって思って横であんたらの指示通りに動いてるそう、台本読んだら私からで、私かみたいな。そうなの、俺だって喋りたい。そうなんですよ、すいません、失礼いたしました。いやいや、頑張りましょう。そうですね、もう暦の上では春ということでね。そうですよ、綺麗な ね、 ね、いや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 、すいません、なんかちょっと 変に目立つような。銀杏やない、あなた銀杏カラーってなんかちょっと褒められてない。いやいや、褒めとるよ、めちゃめちゃ銀杏やん。なんか おしゃれさからかなり遠のいてる感じがするんですけど。いやいやいや、みんな大好きですから銀杏。そうそう、みんな銀杏大好きですか。ほんとですか、どうも。潰したら臭いよな。そうですねはい、ということでですね、今日も、すごく素敵なゲストさんいらっしゃってますの で、 す、皆さん最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、というわけでワロップ放送局から公開生放送でお送りしておりますファインダージャパン TV ですが、前回のゲスト、ひなみりさちゃん、フォトプロデュースさせてもらった作品の方が仕上がっていますので、はいはい、まずはね、そちらからご覧いただきたいと思います。まずは撮影風景お願いいたします。こんな風に、はい、写真を撮っておりますね。すごいいい子なの。しかもめちゃめちゃいい子でしたね。最高。はい、だけど酒好きっていうね、そうギャップがね、かなりね、可愛かったですけれども、もう一枚出ますか。はい、こんな感じでちょっとポーズもね、変えながら撮影いたしました。そうですね、はい、じゃあどんな風になってるでしょうか。仕上がりの写真もお願いいたします。わあ、いいじゃん。こんな感じで撮影しました。いいじゃない、柿本さん。ありがとうございます。ファインダーブルーというね、うん、独特なブルーとこのシャツのコントラストがね、いい感じの、かっこいい写真が仕上がったのではないかと思いますけれども、いい、もう一枚ありますでしょうか。こんな感じで撮っております。アップもいい感じですね、髪の毛にちょっと動きがあったりとかしてね、はい、もう一枚お願いします。はい、あらら、いいじゃない。ちょっと小道具も今回入れてみました。ベニも引いて、ベニ引いてないこれ。ベニも引いてますよ。引いとるな。はい、ベニって言い方よ。どこまでも昭和ですよそれ。口紅ね。はい、リップも引いてみましたけれども、そうですね、もう一枚お願いします。おー、はい、こんな感じでね、ちょっと正面気味の挑戦的な感じもありという感じになっております。なるほど。はい、今回まあここちょっと小物なんかも入れて、まあ遊べるような余裕もあったので、うんうん、非常に良かったかなと思いますし、まあ、ゲストさんもね一生懸命やってくださったので、うんうん、とても素敵な作品が仕上がりました、はいはい。で他の写真もですね、ファインダージャパン TV の番組のホームページの方に上がりますので、はいはい、ぜひ皆さんそちらもチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。はい、はい、ゲストさんの魅力に迫る素敵なインタビューなども合わせてサイトの方に掲載されていますのでぜひご覧ください。俺らないからお前らだぞみたいな言われて見てみかけもさん、俺はもう、ね、今回から台本持ってきてないから
いやなんかね、今まではずっとセリフあったけど、いやなんかすっごい言い訳してもいいですか。いい1年に、なんだろう、1、2回ぐらい今日絶対やばいなって日あるんですよ。それが今日なんですよ。なんか分かるかな。今日は絶対何があった、なんだろう、噛み合わない自信しかない日があるんですよ。そうなの。それがもう今日なんですよ。今のだって変やったんですよ。そう、だから変なんですよ。急に止まって俺らの方見てさ、キョトンとしてた。そう、なんか、いやいや、でもちょっと全力でやっていきます。この後も素敵なゲストさん登場していただきますので、はい、では早速ね、今夜のゲストさんお呼びいたしましょう。メルクマールメルマールの皆さんです。お願いします。お願いします。こんにちは。お願いします。こんにちは。こんにちは。どんちゃ。はい、それでは本日のゲスト、メルクマールメルマールさんのプロフィールを簡単にご紹介しましょう。はい、ちょっと待って、座ってください。座りたいです。はい、座ってください。はい、皆さん座りましょう。今日は長々しくなりそうだね。はい、行きましょう。はい、はい、改めまして、はい、ご紹介させていただきます、うん、メルクマールメルマール、野賀レオン、星崎桃子、坂月美玲、流川さやか、ひばひなによって結成された5人組ユニット、うん、指標道しるべという意味のメルクマールにメルマールという造語を重ねたユニット名には、ファンやお客さんの日々の生活の中での楽しみの目印になるという意味が込められています。キャッチーな楽曲とかっこいいパフォーマンスを掛け合わせたキャッコイイをコンセプトに、1月17日ツタヤオーネストで行われたデビューライブを成功させるなど、今後大きな活躍が期待されているユニットです。メルクマールメルマール、はい、分かるね、そのね、ちょっとやりすぎてない？ちょっとやりすぎやな。ちょっと、狙いすぎたな。略してメルマルさん。そうですね。それは、いやいや、それはじゃあ、それずるい、それはメルマルは。メルクマール、メルマールね。一回鳴ったらスッと入ってくるね、でも言いたくなっちゃうやつなんで。言いたくはなってない、まだ。やっと一緒に。徐々になってきました。でも、メルクマール、メルマールだから、いや、わかる。一回言えると何回も言いたくなる中毒性はある。言えた自分すげーみたいな感じになりますよね。もうは結構難しいな、ね、そうですね、まあ、とりあえずね、お一人ずつちょっと自己紹介いただきたいと思います。はいはい、お願いいたします。はい、流川さやかです。流川さんね、お願いします。はい、坂月美玲です。お願いします。はい、星崎桃子です。星崎桃子さん、ひばひなです。ひばっていうの、ひばどういう感じ。ひばって何。太陽のように葉っぱの葉です。それでヒバっていうか、ヒバヒナ、ヒナ、四文字やん。四文字。四文字。いいね、ヒバヒナね。はい。のかのかレオンです。のかのか。どういう字？のかとかってこと？希望の木に楓の楓です。楓の楓。わかる、そのまま。面白い子じゃない、あなた。何の説明にもなってないから。楓の楓って言われて、楓の楓。分かったね。分かるよ、分かるよ。それでこれ、皆さん芸名です。そうね、芸名なんですね。さすがにヒバはな。そうですよね。でもなんでそれヒバを選んだわけ。ヒバ、太陽の葉っぱってことでしょ。そうですね。なんか私ナルトが好きなんですけど、なんかナルトっぽくないですか。ちょっとわかりますか。なんか映画コノハな感じが。コノハの里。はい、そうです。ルカワはもちろんスラムダンクからでいいの。実は違うんです。違うんだ。どこのルカワからでいいの。なんか流れる。なんかまあとりあえずさやかっていうので行きたいなっていうのを基準になんか合わせていったら、あ、ルカワっていいんじゃね。そんなことない。適当です。運命の出会いみたいなことあるの。それがスラムダンクやったっていうだけですね。たまたまちょっとスラムダンクでいいよ。アナザースカイ的な感じで。あ、そう。他にも皆さん自分自身で基本的に名前は考えて。そうです、自分で。坂月っていうのも。坂月すごいよね。酒が好き以外の何者でもないですね。そうです、その何者でも。何者でもないです。それだけです。それだけ。はい。はぁ、坂月何やったっけ。坂月ミレイです。ミレイ、坂月
かっこいいね。はい、でもね、キャッチーな楽曲とかっこいいパフォーマンスを掛け合わせキャッコいいというのが、ね、はい、コンセプトになってるということで、本当に非常にね、芸名も皆さんかっこいい、キャッコいいですよね。衣装もなんかすごいかっこいいもんね。うん、デビュー時より楽曲ダンス衣装完全オリジナルということで、本当にかっこいいですよね、衣装もね。みんな現在地がね、みんな違うんや、現在地がついてるけど。いや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 、すごいと気づいた。すごい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 、叩くことじゃねえからな。あ、すごいね、みんなね、現在地がピンポン、あれね、あれだ、そうです、Google マップのそうやね、そう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 、みんなそれどこにおんの。どこだろう、マダガスカルかな。かわいい、ゴージャス、ゴージャス、ゴージャスさん出さないよ、うちの先輩の。あらら、そう、いいね、そうやってこだわった衣装なんだね。なんかね、ジョン・ガリアーノのなんかこうシャツみたいな感じで、ね、めちゃめちゃかっこいいですよね。はい、そしてですね、デビューライブが150人、動員したということで、もう華々しいデビューを飾られてる皆さんということなんですけれども、はい、もう歌もダンスももう皆さん得意ということで大丈夫ですか。あ、いやー、うん、あれ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 、ほとんど結構ダンスも歌も初めてで、もう試行錯誤しながら約3ヶ月ぐらいかな、うん、練習して。はぁ、でもまだだってやったばっかりでしょ。まだ半月ぐらいですね。そうですね。まあ、でも半月で150人動員するってすごくないですか。だって最初のデビューの時のライブなんてこう2、3人からスタートするみたいな。だって倖田來未さんも言ってたよ。柿間さん、時代が違う。時代が違ったよ。嘘。あなたのそのデビュー当時はそのポケベルやろ。いや、やめてくださいよ。やめてください。数字で文字打っとる時代が。今はさ、SNS があるから。いや、まあそうなのかな。いや、でも SNS があったって人気ないと人気ないですよね。そんなこと言った。答えづらいですね。いや、すごいなと思いますけど ね、 この後デビューの、ね、ちょっとライブの話なんかも聞いていきたいと思います。番組まだまだ続きません、皆さん楽しんでいってください。はい、ワロップ放送局から公開生放送でお送りしております、はい、ファインダージャパン TV、 今夜は今注目のユニット、メルクマール、メルマールの皆さんゲストにお迎えしております、はい、もう大変華やかな感じになっておりますけれども、はい、今日この放送の前にですね、実はメンバーのルカワさやかちゃん、撮影させていただいたんですけれども、はい、さやかちゃん、ズバリ撮影してみてどうでしたか。まあ、一言で言うと緊張しました。おー、本当に一言でまとめてきた。ざっくり言うと、まあ緊張しまして、うん、まあ、なんかその撮影するっていうことも、うん、まあ、アーシャとか合わせて、まあこれまで2回やって、うん、今日で3回目とかやったんですけど、そうなんだ、うん、はい、なのでもう全然分からへんことだらけで、そう、ね、うん、なんかそのすっごい方言が出始めた。すいません、びっくりしたのかな。気が抜けちゃって。いい、全然全然、それでいいなら、自分でそれでいいなら、全然これで行かせていただきます。はい、でなんか緊張しちゃって、ね、なんか肩もめっちゃ上がっちゃったし、うん、なんか、うん、こんななっちゃって、顎も引かなあかんのにずっとこんななっちゃって、うん、そうで、息も止めちゃって、うん、もう、はい、抜いて、みたいな、息息みたいな、あ、すいません、みたいな感じのことばっかりやったんですけど、うん、なんかその、撮ってくださる方とか、うん、池本さんもすごいお優しくて、うん、そう、大丈夫でしょ？なんか、もうとても、もういろんな大先輩でも、分かってる？いや、そんなことないですよ、全く。怖くないって言う人がおらんねんから。もうすごい、本当に大丈夫やった？ピリピリしてなかった？全然、もう大先輩ありがとうございますみたいな感じでした、ほんまに。なんか言わされてない？言わされてないですよ。本当大丈夫？全然。かきぼうさんどうでした？あ、さやかちゃんですか、うん、いや、あのね、なかなかの大物っぷりだった。あ、そう、なんかね、あの結構撮影慣れてないんですっていう人って普通顎引き気味なんですよ、うん、結構緊張しちゃって、うん、だけど上からこうやってきたから、結構これは今日大物来たなと思って、うん、なかなか顎引いてってあんま言わないんですけど、結
構上目だったんで、今日ちょっと上から目線の大物来たなって。いや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 、あとなんかすごいこう言ってることも飲み込みが早くて、あの、まあ、今喋っててもかなり喋れるじゃないですか。頭の回転もすごい早いなっていう感じ、やりやすかったです。あららら、珍しい、あんま言わんよこの人。そうなんですか。あの、違う、ちょっと人のこと褒めるの苦手。そんなことないんですよ。そんなことないんですよ、本当に。はあ、いやいや、でも厳しいからね。はあ、お世辞抜きに本当にでけえ人には、はっきりここで言うから全然良くなかったみたいな。あのね、これからこうした方がいいよみたいな。まあ、そうですね、若干公開説教みたいなね、回も何回か以前ありましたけれどもね。良かったじゃないですか。いや、本当にビジュアルもバッチリですし、言うことないですね、仕上がりがすごく楽しみ。じゃあもう次回が楽しみですね。あ、そうですね、出来上がりがね。はい、本当に頑張ります。こうやってやってもここの辺しか売ってない。いや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 、そんなことない。もうそれは悪意です。悪意。ちなみにあれですか、メンバーの中でこう写真撮るのに慣れてる方とか、あのもう写真写りこの子だよねみたいなのってあるんですか。お、撮られ慣れてるのは一択あ、ももちゃん、星崎彼女です。なんで、あのもともとだいぶ前ですけど、うん、写真館で働いてたことがありまして、そうなんですよ。で、そのカメラマンさんの練習台によく使われて、それでなんかこうカメラがあってもまあなんかこう、写真館って本当にこう、こわってやるやつ。どこの部分。家族写真が撮るやつでしょ。ああ、そうですね、こわってやるやつ。ああ。あれね、ボックスの中入ってるパシャーボワーみたいな。本格的なところだよ。そうなんですか。で、なので、まあ、ちょっと慣れてるというか、それの練習の被写体としてやってたんだ。被写体として、はい、なるほど、なるほど。はい、まあでもさやかちゃんね、バッチリだから、もう本当にありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。楽しみにしていてください。でもそうやったら自撮りとかみんなするんでしょ。そうだよね、だから慣れてる、この今の時代の人はね。いや、もうアプリで慣れすぎてしまって。わかる。そうですよね。そう、あの久しぶりにこうリアル。わかるよ。いや、でも分かる。違う、でもバカ、無理すな、ババ。わかる。ほんとわかる。わかるやろ。じゃあ、でも皆さんはほら年齢非公開なのであれですけど、もう私なんて本当に昭和生まれのさ、もう撮影なんてテストなんてデジタルの時代じゃなかったの。違う違う、当たり前やん。いや、ポラロイドカメラでテストしてた時代の子なんですよ。だからもう耐えられないよね、今ね。もう本当にアプリに慣れすぎちゃうと。そうなんです。え、柿本さん、アプリ自撮りでしないの。いや、アプリ使うの。使う。え、プライベート。いや、それは使えるものは使いますよ。そう、こんないい時代に生まれてるだから。そりゃそうよ。それ以上綺麗に映ってるの。いや、やめて、ほんとに。いや、でもめっちゃ、ちょっとももちゃん言いたいことめっちゃわかるね。びっくりしちゃうんですよね。びっくりするよね。自分なのにびっくりする。おーみたいになるよね。めっちゃわかるな。見る方もびっくりするの。たまになんかビヨーンって伸びて足のピンクラが回ってるのが、まあ上から誰かに引っ張られてるみたいな。いや、本当にこういうね、放送とかもどんどん画質が良くなるから ね、あれですけど、でも、ま、割とワロッパ荒めなんで大丈夫です。ありがとうございます。皆さん、はい、もう本当に大丈夫、余裕で喋っていただければ。はい、ということで少しですね、話題を変えて、1月17日のデビューライブをやってみた感想やエピソードなど教えてほしいんですけれども、うん、はい、ぜひ感想やエピソード、何かこう練習大変だったでもいいですし、本番こうだったでもいいですし、初めてのライブでしょ、うん、みんなで。そうですね。どうでした？いいですよ。いや、まあ3ヶ月間準備してきたんですけど、うん、もうそれを全て出し切るぐらいの、うん、もう熱量感を持ったライブができたんじゃないかなって思ってます。おー、今ちゃん、今ちゃん、ほんとミスなくできた。いや、まあ私はちょっと完璧でした。私はって、私は誰がミスしたの。怖い。いいね。他にはこう練習中の苦労話とか、うん、なんかそういうのはありますか。そうですね、あの深夜練がありまして、もう本当に初めての深夜練なんですけど、もうみんな本当に目うつろうつろになりながら、あのダンスの振りを覚え、なんか新しい曲、知らない曲というかオリジナル曲なので、もう曲も覚えなきゃだし、ダンスも覚えなきゃだし、でも眠いしみたいな。こう朝方、深夜練って何時から何時ぐらいのことさせるんですか。12時から6時とかだった気がする。何曲ぐらいやったんですか。その日は1
曲だけで、ライブは4曲そうオリジナルは4曲オリジナルであります、はい、そうか4曲スタート4曲結構大変だな3ヶ月で4曲それ覚えるのねそうか多くない普通カバーとかやるんじゃないの知らんけど、ね、そうですよねってイメージはありますけど、ねまあ、多いですね多いよ ね, 多分ね多いですぶっちゃけ物覚え悪い人誰なんですか私かな私ちょっとみんな目つぶってみますせーのじゃあぶっちゃけ指さす感じでいきましょうかぶっちゃけ相手のことに指さすの物覚え悪いなみたいなあそんなんでもない結構みんなでも優秀あ、そう優秀な人揃ったわけじゃないですか優秀な人じゃなくて ありがとうございますやっぱりあれなんですかダンスが得意組、歌が得意組みたいな感じで分かれるんですかダンスは一択ですひばちゃんひばちゃんですひばが一番あ、そうなんそうなんですよそうだ、ひばちゃんのそう、ひばちゃんのプロフィールに書いてあったあの特技、ダンスってひばちゃんダンス特に見えへんなじゃあ何得意に見えそう何に見ますかあの料理得意そうじゃあ、ももちゃんの料理って書いてあったよね嘘やもう絶対嘘いやもう絶対言われるんですよ何にでもケチャップかけるやろいやいやいや絶対赤いの髪の色が嫌だからこれ諦めてください嘘できんの料理でも料理自炊ばっかりですね本当に料理は得意料理は肉じゃがとハンバーグですお前教科書通りやん今日100点満点ですよいい女アピールをここでしとかないと思ってますなんでひばちゃんはこうちっちゃい時からダンスやってるみたいなそんな感じなんですか小さい時から小さいね小さい時からモダンバレーの方を習っててかっこいいモダンバレーモダンバレー踊ることはすごいバレーと違うんですかそうなんだなんかこうのおっとりしてる感じに見えるかなおっとりしてるからなんかそんなダンスキビキビ動けんのかなっていうね踊りますちゃんといやもううちのダンスリーダーですからもうライブ中は本当にかっこいいですもう表現します本当に変わりますいいねかっこいいかっこいいな料理中も表現するやっぱ料理中はバーって中華にもバーみたいな何だしゃーみたいなはい、ということで盛り上がってまいりましたけどこの後まだもファインダージャパン TV 続きます、うん、皆さん続けてご覧くださいはい、ワロープ放送局から生放送でお送りしております、はい、ファインダージャパン TV、今夜は今注目のユニットメルクマールメルマールの皆さんゲストにお迎えしておりますはい、ということでこのファインダージャパン TV はですねゲストさんと一緒に、新しい取り組みや新しいコラボレーション企画のきっかけ作りをしようという番組で、新しいというのがキーワードになっています、はいなのでここからは新しい、新しくといったことをテーマにメルクマールメルマールの皆さんとトークをしていきたいと思いますはい、はい、ということでズバリもう質問形式でいきたいんですけれども、新しくハマっているものありますでしょうかハマっているもの挙手制でもう聞きましょうかハマってるものこの流れでこのハマってるものを家でですねピクルスを作るのにハマってましていやまずいいねそうなんですよ手作り手作りです手作りですお尻つけるってことそうですあの今の世代時代ですねあの簡単酢というめちゃめちゃ簡単に作れるあるよあるよわかるよももちゃんわかるあれねジップロックに入れるだけ知ってる知ってるあれはね料理って呼ばないやば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 いいいじゃんでもいやでもいいねでも玉ねぎバーって切ってつけとくだけで簡単にもうピクルスできちゃうんでそうなんですよ好きなんだ酸っぱいのがそうですねそんな大量に食えるもんじゃないでしょでもあのでも長持ちするんで1週間ぐらいは放置しておいても全然いやでも本当に自炊する人のエピソードだよね料理しなかったらピクルスに行き着かないもんねまず絶対さ行き着かピクルスつけようなんて思わんもんそうだよね絶対にいやいやすごいいいどんなぐらいの容器に入れたの結構でかいのあの容器が意外とその想像されてる透明の瓶が高くておしゃれなやつなおしゃれなやつが高くてあのジップロックにえジップロックにジップロックかけて簡単酢バーって入れたのをピッてでも幅取らないんですよ冷蔵庫にお前金魚釣った後になってるからえあんな状態でもつけとんの冷
蔵庫には幅が取らない。いや、みんなそうだよ。みんな私だって浅漬けつけてるけどジップロックだよ。そうですよね。そうだよ、そうだよ、そうだよ。そうですよ。結局衛生的なんですよ。そう、使い捨てだし、変な菌も繁殖せずに済むんで。うるせえ、理論でくんなよ。いや、私はそのイメージがあるやん。いや、私から理屈を取ったら何も残らない。何や、ジップロックって。そうなんや。はい、この後もですね、新しいおテーマに皆さんに質問していきたいと思います。一旦 CM です。はい、引き続きですね、はい、メルクマルメルマルさんと新しいおテーマにトークを続けていきたいと思います、はい、早速質問いきたいと思いますが、ズバリ最近知ったこと、新しく知ったことや、うん、新しく覚えたことは何でしょうか。はい、さかちゃん来た。はい、新しく知ったことはなんか、まあ、これまでアイドルとかしたことなかったので、うん、まあ、なんか見ることがなかったんですけど、うんうん、こうオタクの方々のコールっていうのを初めて聞くことになって、そう、ほんまにすごいなって思って、もうファイヤーみたいな。わかる。なんだっけ、トラトラみたいなやつね。あれはまだやるんですか、みんな。やってます。そう、いや、でもすごいよね、うん、すっごい声で撮るやろ。すごいです、本当に。わかる。パワーももらうし、いや、俺も初めて見た時感動したもん。私も、うん、びっくりするよね。あまりにも揃って綺麗で。確かに。まあ、一個芸術だよね、あれはね、本当に。でも多分あんだけみんなで声出してるから歌なんて聞いてないでしょ。え、いいって言って、それはもうすごい器用なことしてるんですよね、あれ。俺は旗から見て多分聞いてないやろ。こ、はい、はい、ここっていうこのタイミングでみんな見計らってるけど、こちらもそういうの心配になるよね。煽っててもなんか全然、そう、心配になるね、やっぱやってたら見てるみたいな。聞いてる。そうかそうか。でもそれはもうお客さんの方がもうベテランやから。そう、確かに安心してね。そうか、変な状態になったので、こっちが不安になって、ちょっと聞いてくれてるよね。嬉しいね、別に。まあ、まあいいよね、かっこいいもんね、あれは。やっぱりそのお客さんのコールがあると乗ってくるんですか。めちゃめちゃ、うん、ふしやるぞみたいな気持ちになります。レスポンスがあると、レスポンスがあると。わかるわ。アイドルのお客さんって本当にみんなで盛り上げようとしてくれるから。すごい。そう、お笑いのね、お客さんと全然違うの。マジで言ってくれたら一回。お笑いの客なんて全員がそのお目当ての芸人以外は滑ると思ってるから。そう、もう、そうなんや。マイナスの方やからな、みんな。でもアイドルのファンの方もお目当てのアイドル以外の時は全然違う。全然冷たいとかじゃないんですか。全然全然盛り上げようってことで、みんなでなんかそうお目当ての人が来たらこうみんなでこう交代してみたいな。で、ライブが盛り上がったらそのお目当てのアイドルも嬉しがってるから。俺らめっちゃアイドルのイベントやってるから。めちゃくちゃやってるんですか。アイドルのお客さんの前でめっちゃネタ受けるもんな。そうなんですよ。本当に優しい。一番受けるんですよ。最高の仕事。最高。優しい世界。まだまだ番組続いていきます。ワロップ放送局から公開生放送でお届けしておりますファインダージャパン TV ということで、注目で言うとメルクマールメルマールの皆さんゲストにお迎えしてトークしておりますが、どんどん行きたいと思います。ズバリですね、最近メンバー同士で新しく気づいた面白い癖などがあれば教えてくださいということで。おお、来たぞ来たぞ。なんだなんだ。ホセ君のなんかバイバイするときにこうやって、うん、そう、何そう、なんかね、そいや、そう、いつも別れ際にお疲れみたいな。あー、それ疲れ。かっこいい。かっこいいですか、これ。普通こうなんだけど。そう、いつもこうやって。そうですよ、本人気づいて。アメリカっぽい。そういうことね、なんか、何これ。ひっすりの日本人ですけど。いや、全然。なんで地面と平行なんですか。そう、こうじゃない。こう。癖癖なんですかね、意識ない。バイバイ。意識しちゃった。バイバイ。え、本当にそれやったの。いや、本当にやってます。ブリッコしちゃった。ブリッコだったらもうちょっと。あ、そっか、そう。なんでなん。いや、わかんないです。あの、初めて知りました、そう言われて。いや、自覚ないんだ。自覚なくて、そう喋ってて。やばい。小声でやばいって。一番、一番やばい。一番やばい。あ、そう。そうなんですよね、意識ない。それ変だね。いつもやってるよ。言い抜けてんのか。そう、気づいてるの。今まで誰も言われてなかった。え、仲悪いかな、うちら。大丈夫、仲悪い。今日もやってたねって。例えば地元の友達とかさ、多分みんな思ってんじゃない、陰で。あ、私友達いなかったパターンですかね、これ。そこまで言うてないけど、そのみんなあの子の場合はどうやなと思いながらも教えてくれないんで。そう、でも全然いいですよね、可愛くないですか。可愛いんですかね、これ。可愛いじゃないか。
なんかやる気あんだかないんだかわかんないみたいな感じのね、いいじゃないですか、このテンションがね。まあまあ、はい、他に何かありますか。はい、さこちゃん、あのまあね、これは多分メンバーみんな知ってると思うんですけど、ヒバがね、もうすっごいもう眠り姫みたいな感じで、すぐに寝るんですよ。いや、本当に本当に、そう、なんかからなんかちょっと休憩とかで、みんなでご飯とか食べてる時も、まあみんなでワイワイワーみたいな、ガヤみたいなこととかもして、わーって喋ってたら、急になんか全然何も物音もしんひんくなって、なあなあみたいな、ひーなーみたいな言ったら、シーンってなって、えって思って見たら、もうこう寝てるんですよ。え、ご飯中にってこと。そう、なんかちょっとした終わって、そう、時間があればすぐ寝てるから、そう、だから練習始まるちょっと前とかも、なんかこう急になんか静かだなみたいな。そうそうそう、急に静かやなって思ったらもう何それ、みたいな。そう、マジで目つぶるだけだよね。こうなったりじゃなくて、まっすぐ、そう、姿勢正しく、もうまっすぐ寝てるんです。はい、じゃあ今日も知らない間に寝てるかもしれない。寝てるかもしれない。もしかしたらね、やばいね、ひばちゃん静かになったらもうちょっと見ないとやばいよね。要チェック、要チェックです。そのために静かにしょんねやろ、お前。寝るために、寝るために、寝るように。本当は喋りたいけど。その癖はなんかこうメンバーに指摘される前から結構友達に言われたり家族に言われて、自分でも自覚あったんですか。いや、ないですね。なんかないの、眠くなったら寝るみたいな。そりゃそうだ。それそうだ。なんかみんなやっぱりメンバーがいて、うん、なんか喋ってたらなんか誰か一人喋ってなくても別にいいじゃないですか。だからそういう時は出たぞ。そう、出たぞ。休んでその間に寝てます。寝れるって。本当に踊れんな、あなた。そんな人がさ、一番ダンスうまいんでしょ。いや、でもなんかそのギャップが ねなんかね、魅力的ですよね。見てみたいわ、踊ってるところ。もう、ね、寝るのが好き。寝るの、ね、まあでもみんな好きですよね。嫌いとは言わさんよ。そこまで寝といてさ、いや、そうでもないんですけどね。あまりにも自分勝手だよね。そんな寝といて好きやろ。大事なことですね。好きでやってくれよ。だからこっち許しとんねやから。そして他にも何かありますか。癖とかなんかギャップでもいいですけど、さやぴが、ルカがですね、あのMC とかライブの終わりとかに喋るときにこう振ったりするんですけど、必ず最初にやっぱりって言って腰に手を当てて、とりあえずやっぱり、何からのやっぱりなのみたいな。かわいいやな。そう、すごい突っ込みたいんですけど、MC あの時間がないんで、そう、聞き流してるんですけど、やっぱりみたいな。あと、あのぜひぜひってとりあえず進めてくるんですよ。ぜひぜひみたいな。そう、進めたくなっちゃうんですよ。かわいいですよ、本当に。かわいいですね。確かに、やっぱりから入れば何の違和感もないもんね。そうなんです。確かに確かに。魔法の言葉ですよ。魔法の言葉です。なるほど、ありがとうございます。ではですね、ちょっと新しく変えたことや新しく変わったこと、もしくは新しく変えてほしいことなどがあれば、ぜひね、ちょっと聞きたいんですけれども、何かありますでしょうか。変わったことデビューして変わったこととかでもいいですよ。全然何でもいいですよ。俺は変わったでしょ。全然違うじゃん。私、こう耳に何かつけるようになりました。どうした。どうした。急に緩い。超緩いやん、急に。もうちょっと楽しそうに喋るんじゃない。そんなだったっけ。抑揚、抑揚。まさきもうちょっとちゃんと喋るのだよ。はい、言ってたのに。なあ、どうしたよ、お前。耳につけるようになったの。何をつけたの、それ。なんか強く見せようと思って、これ。なんでそういう理由やったの。強くなんだ。普通みんな可愛く見られたいの。なんで強く見られたいの。なんかかっこよくありたい。ああ、でもそれ穴は開いてないんでしょ。開いてない。挟め取るだけ。こっちはこっちも開いてない。つけとんの、それ。つけてます。へえ。それ最近変わったんだ。はいはい。なんかいいですね、験担ぎみたいな。ああ、いいよいいよ、でも似合ってる、すごい。ロカちゃんが結構本当にこんな感じなんで、うん、ライブとライブの間に少しちょっと1時間ぐらい時間が空いた時に、こうみんなでご飯行こうって言ってご飯行ったんですけど、ちょっと私用事あるからみたいな、うん、え、どうしたのって言ったら、髪切りに行ってくるって。え、今みたいな。今みたいな。嘘でしょみたいな。本当に普通、本当になんか行ってくるわじゃなくて、こう、あ、行ってくるねみたいな、普通のテンションで言うんで。のごとく。すっごいマイペースなんや。めっちゃ感じ。そう、午前中のライブと午後のライブで若干髪型が違うっていう。ちょっとイメージしちゃったよみたいな。でもさ、こう1時間でさ、女の子美容院行く、なんかもうおっさんみたいなって感じじゃない。ちょっと髪切りってね、理髪店かなみたいな。赤と青のやつだよね、絶対。大丈夫。違う。
大丈夫すごいな。でもある意味男っぽいというかサバサバしてる感じなんですかね。さっぱり、なんか最近少年になりたいって言ってました。へぇ、性別を超えてくる。そう、少年になりたいらしいです。そういうのがあるんだな、だから。なるほど、面白いですね。それではちょっと質問変えていきたいと思います。最近ですね、じゃあこれソフトのやつ行こうかな。新しく、食べてみたいもの、あ、何かありますでしょうか。食べてみたいこと、食べてみたいもの、ひばちゃん好きそうやな、食べるのな、食べるの好きやろ、食べるのと寝るの、食べて寝て食べて寝て、お前はなんでひばちゃんそんなキャラだと、食べたらキャラみたいな、食べてみたいものですか。いや、私まだなんかパクチー流行ってたじゃないですか、結構、はいはいはい、私まだ食べたことなくて、私もない。本当に、なんか、ね、今度食べてみようじゃん。絶対嫌いだった、ね、寿司に置いてるすぎて断られる。めちゃめちゃ臭いよ。なんかカメムシみたいなイメージがあるから、ちょっと癖が強い食べ物苦手で、魚介類とかレバーとか食べれない。魚介類、魚介類もあんまり。めっちゃ嫌い。魚介類全部あかんの。全部じゃなくて、なんかサーモン、マグロ、エビ、カニは好きなんですよ。あとはちょっとあんまり光もんとかが嫌いなんだ。そう、青魚みたいな、ちょっと青臭いのが苦手。あんなんで臭かったらパクチーやったな。食えないよマジで、とんでもないことになるよ。だからちょっとすごいからチャレンジできない。怖くて。あ、そう。でもじゃあ2人で旅に行ってみればいいじゃない。怖いもの見たさね。いや、めちゃめちゃ美味しいけど。ミレちゃん、何が好きなんですか、食べ物は。肉と酒。肉と酒や、もう酒か。酒くずや、酒くず。食べ物って聞いてんのにさ。食べ物何酒。酒だ。でも肉と酒があれば生きていけるさ。そうな。おっさんが結構グループにおっさんがね、ちょこちょこ言う意味が見える。なるほど。他に何かあります、食べてみたいものとか。虫食べたい。虫食べたい。急にぶっこんできた。虫でもね、そんなにね、美味しいもんではないよ、あれは。そう、あんまりしないからね、でも蜂は食べたこと。あ、蜂の子ね。あれ、幼虫みたいなのいける。その大体虫はさ、みんな乾燥させちゃうのやん。あの全部味一緒やから。へぇ、そりゃそうだって乾燥させちゃうやん。上からなんかタレつけて焼いとるから大体全部一緒やん。あ、タレついてるんだ。そうそうそう、あのその半縄みたいな幼虫のやつ。うわ、あれ行こうよ、今度クリーミー。行こうよ。あ、ね、うん、そう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 、クリーミー、クリーミー、クリーミー。俺こうやって口の中に入れて噛むまでにマジで20分ぐらいないから噛めへんの。はい、盛り上がってまいりましたけれども、一旦 CM ということで、まだまだ番組続いていきまーす。食べたい。はい、ワロップ放送局から公開生放送でお送りしておりますファイナージャパン TV、 今夜は今注目のユニットメルクマールメルマールの皆さんゲストにお迎えしております。はい、ということでここまで新しいをキーワードに、皆さんにですね、いろんな質問をしてきたんですけれども、はい、今日はこの番組からメルクマールメルマールの皆さんに絶対に喜んでもらえる新しいことをご用意いたしました。 お願いします。はい、本日のゲストメルクマールメルマールさんには国内最高峰の美しさを誇るキャノン製ドリームラボによって制作されるスペシャルフォトブックの写真集出版リリース券を、さらに柿本みなみ考案による日本初となるドリームラボ製ハイクオリティブロマイドドリームマイドの制作リリース券をプレゼントさせていただきます。すごい、ありがとうございます。写真集ってこと、すごい、すごい、はい、またさらにファインダージャパンに協賛の一般社団法人日本バウリニューアル協会よりメルクマールメルマールさんにとって大切な日をメルクマールメルマールの日という正式な記念日として制定できる記念日制定券をプレゼントさせていただきます。すごい、すごい、すごい。メルクマールメルマールさんがこの芸能界で飛躍するためにぜひ有効に活用してください。ありがとうございます。すごい、すごい。私は虫を2匹つけます。おまけ、おまけに虫2匹つけます。はい、ということでですね、番組から国内最高峰のクオリティのフォトブックと、ブロマイドのリリースとメルクマールメルマールの日という記念日の制定という3つの新しいことをプレゼントさせていただきます。フォトブックあれだよね、はい、あのキャラキャバフル、キャバフル、トルネードさん、はい、ワロップアイドルのキャバフルトルネードさんもあのやらせていただいたんですけれども、全く同じものを、ああいう、はい、すごい。だってあれ一人一人だったよ。あ、一人一人です。だから今回も一人一人だと思います。一人一人、うわ、来たぞ、ひばちゃん。思う存分いけるぞ。前回
カット寝ろ全部寝とけはい、全部寝るんですか。いろんなとこ寝た、はい、ちょいいね、頼みました。かわいい、いいじゃない。何かね、こう一緒に新しいことに挑戦したりとか、うん、あの作れればね、うん、あの番組のコンセプトも私自身もすごく本望だなというふうに思いますので、楽しんでいきましょう、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、すごい。でもどうですか、こう今の聞いてみて、まあフォトブックだったら一人一人みたいな感じだと嬉しい、それともみんなで出したかったなみたいな、正直どっちですか。想像つかない、そうですね。結構前とかのこう声を聞くと、一人一人だと嬉しいけど、なんだろう、プレッシャーもあるみたいな、ね、話もね、あったりとかしますし。いやでも結構このグループってなんか5人ともみんな個性っていうか、なんか結構キャラがバラバラなんで、面白くはなるかなって思いますね。なるほど、なるほど。いろんな色がね、うん、修正だけすごいゴリゴリに入れてるのがあるんですよ。アプリ、それ一切やってませんよ。一回データ送ってもらっていいですか。こっちでやるんだよ。スマホで大丈夫です、大丈夫です。世界最高峰の機械使うんだから。そうですね、絶対大丈夫よ。あ、グループの写真集もリリースしてもらいますよ。すごい、すごい、すごい。計6冊、お金貯めといてくださいね、皆さんね。お金貯めといてください。今からお金貯めても間に合いますから。はい、2冊。そうなんですよ、盛りだくさんだ。ね、どうしよう、いなかったら私だけ。本当に本当に人気がないって言われて。いやいやいや、そんなことないですよ。そんなことないですよ。そんなことないですよ。はい、いけます、いけます、大丈夫です。今から肌のメンテだけしてみたいわ。パックパックパックしてみます。ピクルス食べながら。そうです、ピクルス食べながら。はい、ということでですね、はい、ちょっといろいろね、質問してきて、本当に面白い、なんかこう、メンバー個性あふれる回答いただいてきたわけなんですけれども、そうそう、一応最後の質問を、させていただきたいなと思います。はい、未来へ向かって、新しくチャレンジしたいこと、やりたいこと、叶えたい夢、ベルクマールメルマールの目標を教えてくださいということでですね、何かありますでしょうか。最初、いいですかね。お、行きましょう。かっこいいパフォーマンスをやっぱ売りにしているグループなので、もうライブパフォーマンスをもっともっと高めていけたらなと思いますね。グループ全体もそうですけど、うん、個人の表現力とかも高めていって、かっこよくなっていきたいです、もっと。なるほど、はい、どんどんね。まだでも始まったばっかだからね、全然まだまだ。かっこいいって、なんかこう目標にしてることとか、例えばかっこいいもすごくこう幅がある言葉じゃないですか。なんかどういうところをこう我々はイメージしたらいいですかね。ビーズ、なんでビーズなの。なんでビーズなの。かっこいいですけど、どれか教えて。ビーズか、スピッツ。いや、ビーズ踊ってないじゃん。スピッツも踊ってないじゃん。落ち着いて聞いて。いや、せめて踊って。落ち着いて、せめて踊って、せめて踊って。俺が、俺が、せめて踊って表現。そうか、かっこよさのね、あれがあるから、ちょっともう、あれちょうだい。具体的なグループ、具体的な、どうだろうな。まあどちらかといえば、あのビーズのパフォーマンスよりかな。え、どっちか。ビーズから言ったらビーズの方が。なるほど、めちゃめちゃわかる。わかりやすいわ。誰その例え出したの。わかりやすい。そっか、スピッツかビーズやったらビーズの方ね。なるほど、なるほど。表現力というかね。はい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 、いいと思いますよ。すごくわかる。なるほどね、わかりました。ちょっと分かんなかったの、私だけかな。分かんない、こいつ。いや、でもスピッツとビーズだったら分かります。ビーズの方ね。ビーズの表現っていうことで。他になんか個人的なものとかでもいいのでありますか。チャレンジしていきたいとか、こうなっていきたいとか。うん、なんでもいいですよ。こうグループ全体、今ひばちゃんがね、代表してくれましたけれども、細かいこととかでもいいので何かありますでしょうか。叶えたい夢とか、どこどこでライブしてみたいとか、そういうのでもいいですし。ない、なかったら今すぐ終わります。ありすぎてね。終わらないでください。ありすぎちゃう。ありすぎて。なんかメンバーで集まった時に、こう将来の話とかしたりしないんですか。こうなってきたいよねとか。そうですね。グループとしてはやっぱメルクマールってなんか道しるべとか、そういう意味があるので、やっぱそういうお客さんのその生活の中の、なんだろう、私たちが目標みたいな、なんか楽し、生きる楽しみみたいな存在になりたいなっていうのはあります。いい、ね、そういう、そういう意味を込めて、そのあれやもんな、そういう、それがついてるわけだもんね、これあります。道しるべ、道しるべ、いいじゃない。
たどり着ければいいけどね。怖い。今圧がすごい。圧がすごい。圧がすごい。怖い。体波に揉まれる今から。先輩怖いわ。先輩怖いよ。先輩怖いよ。頑張ります。なんかホームページの方とか、楽曲ちょっと聞かせていただいたんですけれども、ああ、とんでもないです。なんかこう、バラードとかそういうものへの調整みたいなのはあったりとかするんですか？聞いてみたいなって個人的に思ったりして。バラード。なんか、もともと今出してる曲、4曲も結構バラバラなテイストなんで、そこにバラードもまあ後々ね、いずれは違うテイストで入れられたら結構面白いのかなっていう。衣装もこのパターンと他にも何かこうあるんですか？いや、今はこれ。あ、そうなんですね。何かこういうの着てみたいなとか、こういうデザインのものがいいなとか、そういうものもあればぜひ教えてください。和服とかどう？着物とか。急に興味ある？興味ある。興味あるんだったらね、あそこのお姉さんがね、その和服屋をなんかやっとって。すごい。そうなんですか？そうね、もう何でもやって。すごい。本当ですか？え、もう本当めっちゃ安くやるんで。じゃあちょっとお願いします。お正月のイベントの時とかもう着付けセットで。すごい。彼女たちも着付けられるんで。すごい。あそこでやったマージンがこっちにいくらか入るから。それでいいんですよね、今さ。だって今のそうだね、先生がうまい流れ作ってくれたからね。10%ナイスパスだって、ナイスパス。そうなんですよ。2やるお前、2もくれるの？俺何もしなかったよ。2やる。いやでも本当に冗談の時にやっぱりこういう機会であって、やっぱ終わらせたくないっていう思いもあって、本当に次につながる活動とかをしたいから、やっぱりこういうコンセプトを持った番組やってるっていうのは私たちあるので、別に着物着なくてもいいですけど、何か本当に新しいことを一緒にやりたいなっていう気持ちは絶対的にあるので、中に着物があればもう本当に本当にもう役に立てるかなと思う。全然なんかっぽい衣装だね。まあでもね。いやでも彼女京都出身なんで、もう似合う。いやいやいや、みんな似合いますよ。いやみんな似合いますよ。そしたらね、一緒にね、漬物つけてね。そうですね。物販できるもんね。漬物物販で。宗田さんと3人でね。ぬかやります。ということで、でも本当にこれからますます注目のユニットですから、皆さんね、熱く応援していきましょう。はい、ということでこの後ファインダージャパン TV CM の後もね、まだまだ続いていきます。はい、ということでですね、はい、1時間にわたってお送りしてきましたファインダージャパン TV ですが、残念ながらエンディングのお時間となってしまいました。はい、楽しかったね。楽しかったですね。ちょっと大人数でね、ゲスト来ていただくのが私たちも慣れてないので、どうなるのかなと思ったんですけども、本当にどうもありがとうございます。ありがとうございます。でも皆さん、今日番組出てみてズバリどうでしたでしょうか？感想を聞かせてください。楽しかったね。寝ずに済んだ。ネズミさん、あ、いや、よかったよね。バッチリね、バッチリ。あ、よかった。はい、楽しかったということで。楽しかったです。またね、まだ近々ぜひぜひ来てくださいよ。そうですね。はい、ぜひぜひお待ちしております。はい。そしてですね、まあ告知があればここでお願いしたいんですけれども。はい。そうですね。今月の2月28日に生誕祭がございまして。おお。誰の？ひばちゃん、出た、のかちゃん、そして星くん、私ですね。多いね。何月にまとまった？そう、一気に3人ギュッてこう、一気に。全員3月なの？いや、違う。2月にやんの？2月と、何月生まれの全員？1月、2月です。あ、なるほど、それまとめてやっちゃうってことね。やっちゃおうって、3人合同の生誕祭があるので、上野音横丁でありますね。ぜひぜひお祝いしに行ってください。あー、なるほど。それはあれですか、 SNS とかでも告知を打ったりとか。そうですね、本日からなんとチケット予約というか、手売りチケットとかも売ってるので、もうね、なんかオリジナルのなんかすごい、さっき見たんですけど、なんか我らの顔がついてる特別ななんかチケットも用意してくださったので。そうなんですよ。皆さん聞きました。はい、ということで、ちなみに私も1月なんだけど混ざってもいいですか？あ、おー、ぜひ、4人で一緒にちょっと漬物しましょう。漬物会紹介しましょう。1月1日、おめでたい。正月早々生まれてきやがってよ。
すいません、最後まで厚かましくて失礼いたしました。はい、ということでね、次回の放送なんですけれども、はい、次回の放送は2月17日の9時からとなります、はい、公開生放送となりますので、はい、ぜひワロップ放送局のスタジオへ遊びに来てくださいということですね。ルカちゃんの写真もね、はい、この日に流れますからね。そうなんですよ、はい、ね、今日ちょっと流せないのがね、非常に残念なんですけれども、ね、次回見に来ていただければこの画面で見れます。あとは家のパソコンでも見れますか。はい、そうですね、ぜひ見てください。ということで、新しいエンターテインメントの形が見えてくる覗き窓、ファインダージャパン TV、 この番組をワロポ放送局とファインダージャパンの提供でお送りいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。